徳島文理大学文学部文化財学科の学生による展覧会が高松市牟礼町にある石野民族資料館にて開催されました。今回で3回目となるこの展覧会は、民具と呼ばれている古来より人々の日常生活を支えてきた道具を通じて、先人の教えや技術、伝統を考え伝えていくことをテーマに、学生自らが企画し約1年半かけて準備してきたものです。1ヶ月にわたり開催された展覧会には、地域の小学校の児童たちとの交流イベントなどの企画もあり、とても意義深いものとなりました。皆さんこんにちは。文化財学科が企画するいつか見たナイスな道具たちへようこそ。それでは中をご案内します。どうぞ。第1章、日本を耕してきたものの紹介をします。現在牛馬を使って田畑を耕す風景はあまり見る機会はありません。機械化により姿を消したかつて活躍していた農耕具を通して人々の生活や文化を見つめ直します。第一章の農耕具の中でも一際目を引くのがクレワリです。こちらがクレワリです。クレワリは田畑にある土の塊を崩すために使われていた牛馬で引く道具です。地方によってはつぶて壊しやクレたたきとも呼ばれています。第二章、食の裏方。第二章ではお米作りに使われている農耕具や農家の人たちの工夫について紹介します。こちら遠見と呼ばれる農具で、こちらのハンドルを回すことによって中で風を起こし、上から入れお米を入れてもみ殻と実を分けるような道具になっています。では第3章、江戸時代からの特産品砂糖の紹介をいたします。第3章では江戸時代からの特産品である砂糖についての道具の紹介をしており、砂糖作りにおける苦悩や先人たちの知恵を紹介しています。こちらの釜という道具は、砂糖きびの汁を最初に煮詰めるもので、そこの釜で煮詰めることによって砂糖きびに含まれているアクというものを取り除いていきます。第4章、暮らしの中の道具。第4章では生活や行事に使われていた道具を紹介します。そろばんは中国で発明されたという説が有力です。こちらの大きなそろばんは実用的ではないのですが、商売繁盛を願ってお店に飾っていたのかもしれません。第5章、祈りの中のさぬき。第5章ではさぬきの海の信仰と関係あるものを紹介します。この船玉さんは船を守護する神様で、安全を願い船に乗せられていました。大量生産大量消費になりつつあるんですけど、でそのせいで同じものをあまり使わないようになっていると思うんで、昔のものを見てそこには先人の思いや工夫知恵とかがたくさん詰まってるんで、そういうところを見てほしいと思って企画しました。協力してくださった小学校は牟礼小学校、牟礼北小学校、牟礼南小学校の3校になるんですけども、テーマはあったらいいなと思う道具について書いてもらいました。とても面白い内容でした。僕はこれいいと思うんですよね。例えば普通に学園実習するだけでなくて、自分が自らこう企画して展示をして、やっぱり候補も手掛けるということですから、一連の作業は全てできるわけですよね。で、こういった公設の場所でそういうする機会もほとんどないと思うんです。この話は当初うちの資料館から持ちかけた一番初めの最初の話なんです。非常にこう内容も面白いし、それと学生自身が一生懸命やってくれたらいいことが、僕自身はそれでもう一番いいと思うんですよね。だけど内容のともかくよりも、
そういう共に協力して学んだというんですかね、そういうことが非常にまあ意味があるものやと僕も思いますね。まあ、非常にもう僕もあの感心しているわけです。今まではそのやってる学年の子たちが協力し合ってっていう形で進んでいたのが、今年はその先輩たちがあのいろいろこう関わってくれて手伝ってくれると、自主的にこう先輩たちが気にして後輩たちがあのどうしてるのかなっていうんでいつもこう気にかけてくれてるっていう形で、その一つのまとまりの学年だけじゃなくてずっとこう縦にずっと時系列的につながってこう螺旋状にこういうんですかね、こう物事がこう動き出したっていうのがまた今後の楽しみでもありますね。だからますます私がそのどうこうかからなくてももう先輩たち後輩たちっていう形でこうつながっていくように今なってきてるのかなっていう気がいたします。